彼女も彼女、星に。この漫画の時代背景から説明します。この漫画は五等分の花嫁という漫画がマガジンで流行してからのラブコメ展開であり、五等分の花嫁は出だしから5人のうちの誰か1人とつがいになるということが決まった疑似ハーレム漫画です。そういったハーレム漫画のアンチテーゼとして生まれたのがこの漫画です。この漫画は主人公と幼馴染みのヒロインのメスは相思相愛という関係から始まり、そこに主人公のことが好きだという新たなメスが主人公に告白します。主人公は自分には幼馴染みがいるので告白を断るのですが、告白した方は諦めずに1年後に再チャレンジしますというガッツを見せます。それに感銘を受けた主人公は幼馴染みに二股を提案するというどれか一つに絞るなんて非合理的すぎじゃね？という一部の人族が思っていることを恋愛漫画で体現した作品がこの漫画です。主人公の性格設定とこの新たなヒロインの性格設定が凄まじくデネであり、例えば主人公は人の努力を称賛するタイプで人の努力に全力で応えたいと思っている非常に利他的な偶性です。そして新たなヒロインはそんな主人公のために5時間かけてお弁当を作るとかめちゃんこ尽くす設定なので、その労力を無限にはできないので頑張ってその行為に応えようと努力するというのがこの漫画の現代社会においては思い込みによって、二股は許されないという認知バイアスがあるが、その認知バイアスを超える罪悪感を表現することで認知バイアスを飛び越えることができるというシナリオ構成がディモールとベネナ作品。